はい、そしたらねパズドラアイランドの周回編成紹介していきたいなと思います。これですね1周あたりねだいたいモンポ3000落ちるんでかなりおすすめです。はい、ほぼ確でドロップしますね。はい、あとね外で動画撮ってるんでもしかしたら雑音とかやばいかもしれないんですけどそこら辺はよろしくお願いします。一応 PDC はねベロアキティで採用してるんだけど動画ではねベロアになってますね。はい、僕はベロアキティ持ってないんでベロア採用してます。でまあ立ち回りはカミラの所持数によってちょっと変わってくんだけど、まあ、ベロアキティをねフレンドに設定してる場合は、まあ、大体 4F まで50万の固定ダメージで倒せるのでずらしで大丈夫です。リーダーフレンドがねベロアキティの場合は 6回までカミラ使わずにベロアキティのずらしだけで倒せます。はい、7回だけね HP が115万以上あるんでカミラ打って倒してあげてください。もしねカミラ持ってない人はラーの武器とかでもなんとかなります。はい、でアシストはダンボ武器を継承してください。何でも大丈夫ですね。サレンネとか継承してあげてくださいってことで以上ですね。モンポ500万貯めるまでは、まあ、果てしないと思いますがぼちぼち頑張っていきましょう。それじゃあお疲れ様でした。